ご一緒に神様を礼拝していきましょう。油断という漢字があります。それは油を絶やす、そこから来ているんだと思います。精霊が切れてしまっては私たちの光は輝きはなくなってしまいます。愛の灯火をいつも灯し続けていきましょう。油を絶やすことなく主の前に灯火を燃やせ、絶やすことなく主の来られる日まで燃やせ、yeah。
聖歌を開いて歌いたいと思います。聖歌僕らがみんな、持ってきて、一緒に歌おう。ちょっと古い、歌も歌おうとして、また、大きな恵みを受けることができると思います。目には見えないので、595番聖歌595番、作られた歌で、今からもう100年も前の歌ですね。神様という方は目に見えないんだけれど、でもいつもそばにいて助けてくださる、そういう方なんだ。今目に見えないですよね、神様。目に見える人いますか、神様が。普通は見えないですね、目は。
目には。でもその神様が私たち天国へ行ったならば、その神様を目で見ることができる。あ、その時懐かしいって感じることができるんですね。気づかなかった、いや目には見えてなかったんだけれど、でも神様は確かに一緒にいてくれたんだ、ところを備えてくれる、天国で場所を備えてくださる。皆さん、今日イエス様が私たちの行く場所、天国を準備してくださっている。そこへ入る条件はただ一つです。イエス様を信じることです。今日イエス様を信じますという方はアーメンと言ってください。アーメン。さあ、その方はみんな天国へ行きます。そしてイエス様とやがて再会できる。これが第一。第二には、先に天国へ行った人たちとの再会もできる。死は悲しいことです。でも、イエス様のいる天国へ行った時、また再会ができる。懐かしい、そういう時が私たちに与えられることを、楽しみにしながら毎日毎日生きていけたらいいなと、そう思います。皆さんね、ご起立くださいまして、一緒に使徒信条、私たちの、信じますというその告白、それを一緒に歌っていきましょう。天地の作り主神を信じます、一人の私です、キリストを信じます。天地の
礼拝できるお一人お一人を心から感謝をいたします。神様、どうぞ今日のこの恵みのひとときを豊かに豊かに祝福してください。私たちの賛美をあなたにお届けいたします。あなたに捧げます。そしてあなたに聞いて喜んでいただいて、そして神様、あなたが私たちのこの一週間の歩みに関わってください。その新たな出発となりますように、イエス・キリストの御名で感謝してお祈りをいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。私たち神様の前に一緒に集まる、そのことが大きな大きな祝福です。約1年前に私は、皇居に、勤労奉仕という形で、お祈りをしに行きました。まあ、そこへ行った時ですね、まあ、天皇陛下が、まあ、出てこられて、まあご挨拶してくれてね、お話をする機会があったわけですけれど、何宗であろうと、まあ、特に多かったのは神社が好きな人たちが多かったんですけれど、無宗教であろうと誰でも、この日本人というのはその天皇陛下さんを、中心にして、一つになることができるんだなということを思いました。これはすごいな。やがてこの日本のこの形がある意味ですね、この総理大臣が、一番トップのようですけれど、でもその背後に支えている天皇、皇室がある、宮内庁がある、まあ、その日本の形がそのまんまやがてイエス・キリストを中心とした国となる。イエス・キリストはこういう祈りを教えられました。御心が天で行われるように、この地でも神の心が行われますように、そして神の御国がこの地に来ますように、私たちは神様を中心としたその国が来ることを願って願ってやりません。今日は福音を、ゴスペルを福音として伝えるという、そういうメッセージの会でメッセージを伝えたいと思います。イザヤ書61章の一節の言葉を読みます。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。良い知らせを伝える、これは原文のギリシャ語ではエヴァンゲリオンということなんです。エヴァンゲリオンというのは戦いの勝利を伝える。勝利せよ、勝ったよ、その知らせを、まだそれを知らない、その事実を知らない人たちに全部に伝える、それがエヴァンゲリオンって言葉。それが後にこの聖書の言葉に使われた、イエス・キリストによって勝利がもたらされた大ニュースを皆さん知ってください、そういう言葉の意味に使われた。皆さん、じゃあ第1番目、今日その勝利の知らせの内容はどんな内容でしょうか。でもこの勝利っていうのはですね、ただ勝ったっていうんじゃないんですね。ただ勝ちましたっていうんじゃなくて、何かに対して勝った、まあ、ボクシングをしても競馬をしても、まあ、柔道、剣道、テコンドー、空手、まあ、どんな戦いにしてもその相手に勝った、ただ単独で勝ったっていうんではなくて、その相手を倒した、勝利っていうのはそういうところに使いますけど、何かに対する勝利です。それは罪と悪魔と死に対するものです。はじめ神はエデンの園にアダムとエヴァを置かれ、この二人の男性と女性を愛し大切に扱われました。このエデンの園を見ればよくわかります、神様がどれだけ人を愛し人を大切にしたか。エデンというこのヘブル語の意味は喜びの園、喜びという意味です。喜びだけが満ち溢れている場所、今のこの世界とはまた違うんではないでしょうか。喜びだけが満ちている場所ではない、今この世界は悲しみや苦しみや苦痛、それがあってまた喜びもある、いろいろある、喜怒哀楽がある。でもエデンの園はそうではなかった。そういう喜びだけがある場所に悪魔が入ってきました。悪魔っていうのはもともと天使でした。神に仕える天使長、
ルシファーというこのもともと天使が自分の美しさを自惚れして、その自分の素晴らしさにうつつを抜かしてナルシストになり、ついにはですね、神様よりも自分を素晴らしいと思うようになって、神様に仕えるなんてバカバカしい、私に仕えたい、いや私に仕えさせたい、みんなを仕えさせたい、そういうところから酔いしれて、ルシファーは悪魔に堕落してしまいました。イザヤ14章12節からに、暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか、国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか、あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある海防の山に座ろう、密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう、しかしあなたは夜に落とされ、穴の底に落とされる。ルシファーは神のようになろう、頂点に登ろう、そう思ったわけです。でも悪魔は結果として神様から突き落とされた、夜にまで突き落とされた、そういう存在なんです。そういう存在が人間を見たときにどう感じるでしょうか。自分は突き落とされたのに、人間は神様に愛され特別な存在として、VIP として扱われている、妬ましい、ジェラシーを感じる、憎たらしい、いくらなんでもやりすぎだ、そこまで人間を悪魔は、堕天使ルシファーはこの人間をなんとか引きずり下ろそう、自分と同じ苦しみのところにまで下ろしたい、そういう妬みの心を持って女性エヴァに近づくと誘惑し、その女性エヴァは夫であるアダムを誘惑し、この二人は罪を犯してしまいました。だから悪魔の手段というのは最初から脅かしたい怖い存在ではないんですね。最初は甘い飴を差し出して、この飴を食べたいかい、おいで、こっちへ来たらおいしい甘い飴が食べれるよ、そして甘い飴を食べた途端に、それは毒だよ、お前はもう死ぬよ、まあそんなことないですけどね。例えばゴキブリホイホイっていうのがありますよね。ゴキブリホイホイは、あれはゴキブリが好きな餌が、その真ん中に置いてあるんですね。で餌を欲しいと思ってこう近づいていくとですね、あ、動けない、しまった、そのまんまの姿でですね、お腹がついて、死んでしまう、まあそういうように悪魔っていうのは、皆さん注意してください、異性の誘惑、お金の誘惑、名誉の誘惑、異性の美しい女性、かっこいい男性、そういう姿を持って悪魔は誘惑する。あるいはお金が儲かるよ、こうすると得するかもしれないよ、あるいはあなたは偉くなれるかもしれないよ、そういう誘惑を持って神様から引き離して、神様よりもそういう誘惑に人を引っ張ろうとする。でもその誘惑っていうのは、誘惑に負けると罪になりますから、大体罪を犯した途端に、あなたは悪いことをした、あなたはもう許されない、神様は怒っている、あなたはもう地獄へ行くんだ、人をそのようにして悪魔は引きずり込んでいく。皆さん、これが悪魔の手段です。例えば政治家が、お金をちらつかされて、もし政治家さん、議員の先生、もしあなたが、こういう談合を裏でこういうことをしてくれたら1000万円あげます、差し上げます、そしてですね、まあ、そういうふうにこうお金に負けてしまう議員は多いわけです。でそのお金をもらった途端ですね、今度は、財政官が湧いてくるわけですね。そして、バレそうになる、バレそうになったらそれを隠そうとする、隠そうとするんだけどバレそうになる、でも隠そうとする、嘘を繰り返し嘘を繰り返し、だんだん取り返しがつかない、そういうところに、行ってしまう、最後は悪いことをしてしまう、もしかしたら最後は人を殺してしまうなんていう、ことも起こりかねません。悪魔は誘惑して
悪いことに誘惑して、そして悪いことしたらもう許されない、お前は悪いやつだ、そういうふうに責めてくる。でもどうしたらいいんでしょうか。その時悔い改めたらいいんです。ごめんなさい、悪いことをしたことに気づいた時に神様にごめんなさい、また謝るべき人がいたらごめんなさい、そのように言ったらそこで終わるのです。アダムとエヴァはどうでしょうか。罪を犯すように誘惑されて、誘惑された時にごめんなさいと言えばよかったのに、神様はアダムとエヴァを探しに来たのに、ごめんなさいって言わないで、アダムはこの妻が、この女が私を誘惑したんだ、妻はですね、この蛇な、この悪い蛇な悪魔が私を誘惑したんだ、もうそれはですね、さながらこの蛇を作ったのは神様あなたでしょ、そんなものを作るから私たちは罪を犯しちゃったんです。私が悪いんじゃないんです。これが罪が悪いんです、悪魔が悪いんです、神様が悪いんです。そのようにしてアダムとエヴァは罪を持ったまま生きてしまったんです。だから今日私たちの中にも、罪を犯した時に、悪いなと気づいた時にごめんなさいと言えない、そういう心、素直になれない心がもしあるとしたら、それはアダムとエヴァの罪の血が、罪の、性質が流れているかもしれません。でも今日私たちは罪を悔い改め、神様ごめんなさい、神様私の罪を許してください、知って犯した罪、知らずに犯した罪、無意識で神様に罪を犯してしまった、その瞬間に神様私を許してください、私を清めてください、そのように祈ったならば、私たちの罪はどうなるんでしょうか。イエス・キリストが代わりに十字架で裁かれたので、その罪が許されるんです。皆さん、だから罪に勝利した、私たちが犯したその罪に押しつぶされて、罪を隠そうとして、ます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 嘘をついて嘘をついて嘘をついて、そんな必要ないんです。罪はもうイエス・キリストの十字架で終わった、許された。皆さん、今日私たち罪に勝利した、皆さん、これがエヴァンゲリオンです。もはや私たちはこそこそする必要がない、堂々と神様の前に出ていくことができる、そういう世界になった、そのことを感謝したいと思います。皆さん、だから罪が許された、今度は悪魔にも打ち勝ったんです。イエス・キリストは悪魔から私たちが責められる、お前は罪を犯した、お前は天国へ行けない、お前はダメなやつだ、お前は勉強もできない、お前は大したこともできない、ダメなやつだ、悪魔がそのように言ってくる。でもそういう悪魔をイエス・キリストは十字架で打ち破ったんです。悪魔は負けたんです。悪魔は嘘つきです。悪魔は今どこにいますか。私たちの足の下にいます。足の下に勝利した。皆さん、悪魔を恐れることなく、イエス・キリストの御名によって悪魔を出て行けと、今日私たちは語りたいと思います。悪魔に勝利した。そしてもう一つ、死に勝利した。死の力に勝利した。人は皆死を避けられない、人は皆死ぬべき存在である。でもその死の力を、イエス・キリストは十字架の上で死んで墓に葬られ、墓の中に入った、そして黄泉にまで下った。でもそこからイエス・キリストは死を打ち滅ぼして、打ち破って、死に勝って復活したのしました。皆さん、だから死が滅ぼされたんです。勝利した。イエス・キリストは罪に勝利した、悪魔に勝利したんだ、死の力を打ち破って勝利したんだ。皆さん、これが聖書が語る福音、エヴァンゲリオンなんです。イエス・キリストは私たち人間の姿になって来てくれた。ある小さな子供がですね、アリを観察して、アリを見て、アリと遊ぶのが好きでした。まあ、僕も昔、小さな頃、近くの、砂のある場所でアリを見るのが好きでした。
そのアリを見ていると巣から出たり入ったりよく働いたりします。で、アリにとって敵であるアリ地獄というのがあるんですね。アリ地獄があって、そこにもしアリが入ったとしたら、アリは、食べられてしまう。そこから出られない、うん、その時にですね、アリさんこっちおいで、アリさんを助けてあげようとしてもね、こっちが大きすぎて、アリ地獄よりもこっちが怖い、人間の方が怖いって言ってですね、アリ地獄はアリさんは、助けられないんですね。こっちへ来てくれない。じゃあもしね、アリさんを助けようとしたらどうしたらいいか。人間がアリになって、アリの姿になって、アリさんこっちだよって助けてあげなければ、アリさんを助けることができない。そんなの漫画ですよね。人間がアリになるってどうしたらできるんだろうか。皆さん、それと同じようなことが起こりました。神が人間の姿になって、神様が人間の姿を取ってきた。皆さん、それがクリスマスです。イエス・キリストは神様だったのに人間の姿になってこの地上に来て、人間として生まれました。そして人間を導き、人間を愛し、人間の問題を解決し、人間と仲良くなり、完全な人間であったけど完全な神様であるイエス・キリストがこの地上に来て、悪魔に苦しめられている人を助け出し、病気を癒し、死んだ人を蘇らせ、イエス・キリストは人々を助けてあげました。そしてイエス・キリストは最後十字架にかけられて、肉を裂き、肉が裂かれ、血が流れて、イエス・キリストは6時間十字架にかけられ、ついに息を引き取られました。そしてイエス・キリストはその3日後である日曜日の朝、復活しました。ヨハネ11章25節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。皆さん、勝利です。イエス・キリストは復活した。第1番目、罪が許される。第2番目、悪魔が追い出される。第3番目、心と体の病気が癒される。4番目、問題が解決する。5番目、私たちは天国に入ることができる。誰でも望むならば、信じるならば、どんな人でも、罪が許される、悪魔が解放される、健康になる、祝福される、天国に入れる。皆さん、その恵みを、その勝利を受け取りたい、そう願う人は、アメンと言ってください。アメン。皆さん、これが勝利のエヴァンゲリオン、福音です。エヴァンゲリオンです。そしたら第2番目、この勝利の知らせをどうしたらいいんでしょうか。この勝利の知らせをただ自分が聞いて、ああよかった、ああいいニュースだな、それで終わりにしてはいけません。このエヴァンゲリオン、この福音というのは回覧板のようなものです。私の、この、教会は北新宿3丁目町内会というのに入っています。北新宿3丁目ですからね。その町内会で、時々回覧板が回ってきます。今度の何月何日の土曜日に、総会があります。今度は、一泊しての、親睦会があります。いらっしゃる人は、サインしてください。そして見たらハンコを押して隣の人に回してください。これが回覧板です。自分のところで置いといたらダメなんですね。ある田舎町で、ある田舎の町で、その町内会の会長さんが死にました。でもですね、それを回覧板に回したんですね。会長さんが死んだから、ぜひ今度の週末のお葬式に来てください。ほとんどの人が来なかった。どうして来ないんだろう、どうしちゃったんだろう。後で分かったのは、その最初の、その回覧板を受けた人が、次の人に回覧板を回さなきゃいけなかったのに、自分のところで置きっぱなしにして、しまっていた。だから誰もお葬式があるってことが分からなくて、誰もお葬式来なかった。回覧板を止めてしまったらニュースが伝わらない。だからそれは困ります。それと同じように、イエス・キリストの勝利を知ったら自分だけで取っておいてはいけません。だからどうぞ、イエス・キリストの勝利を皆さんの友達や
皆さんの知ってる人や家族やあらゆる人に回覧板を回すように伝えたらいいんです。ローマ10章13節から、主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょう。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるんだろうか。回覧板を回さなくてどうしてその情報を知ることができるんだろうか。皆さん、福音を伝えなくてはいけません。まず自分の家族に伝える必要があります。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。私の身の回りに創価学会という宗教に入っている方が、結構います。この創価学会というのはもともと、この、創始者はですね、キリスト教の影響を受けて、そして、キリスト教方式の伝道スタイルで、その布教活動を広げてきたということを聞いたことがあります。本人たちはそれは、違うと言うでしょうけれど、もともとユダヤ教キリスト教というのはですね、家族の宗教だったんですね。一人の人が信じたら、その家族は、その宗教というか、その教えの中に入っていく。だから、使徒パウロはこう言ったんですね。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われる。クリスチャンになった、今はキリスト教というのは個人の経験になっています。私はイエス様を信じました。でも私の妻は、私の旦那は信じません。教会へ行きません。そういう、キリスト教はですね、西洋化して、膨らまってしまった。でも一人が救われたら、その家族に必ず伝わっていくんだ。その喜びの知らせは必ず伝わっていくんだ。それが聖書の中に流れています。創価学会ですね。それで、この日本においても布教活動に、成功したということができるでしょう。でもこれはもともと聖書の考え方であって、まず皆さんの家族全部にイエス・キリストのこの勝利をエヴァンゲリオンを伝えますように。2番目、皆さんの仕事が職場、そして学校、そしてコミュニティ、友達の塊、そういう人たちにもイエス・キリストを伝える。第3番目、あんまり親しくない友達の友達にもイエス・キリストを伝える。それが必要です。そこにまでも伝えることによって、そのイエス・キリストの恵みが広がっていくんだ。そして日本から世界に向かって出ていく、世界にまでもイエス・キリストを伝えていく。これがとってもとっても大切なことです。どうぞ自分が聞いたらそれを家族に伝え、家族に伝えるじゃなくて、それをこの国の人たちに伝え、そして世界に伝え、そしてこれを広げていきましょう。イエス・キリストは勝利した。エヴァンゲリオンだ。勝利した。福音なんだ。その福音をどうぞ回覧板を回すように、隣の人に回覧板を回すように、その勝利の知らせを伝えていきましょう。皆さん、これは大切なことです。使徒の働き18章10節、この町には私の民がたくさんいると言われます。この町にイエス様を信じる人が少ない。この町にイエス様を信じる人が起きるだろうか。私たちはそう考える必要ないんですね。どうぞ回覧板を回すように、相手がどう思うかを気にしないです。いいんです。ある意味神様から回ってきた回覧板です。私が作り出したものじゃないです。だからそれをイエス・キリストが勝利した、そのニュースをどうぞ伝えていきましょう。この町にはたくさんいるんだ。これはですね、とっても大切なことですね。伝えたことをそのまま伝えていく。そうしないとだん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 変わっていってしまうんですね。伝言ゲームっていうのが昔ありました。最初の人がですね、例えばトマトって聞いたら、次の人にトマト、トマト、トマト。で、最後にトマトだったら、
一番早くて一番正確だったらそれが勝ちです。でもですね、子供だとですね、いやトマトはまずいなとかね、トマトは、赤いとか、トマトは嫌いだとか、いろいろね、変わってっちゃうんですね。そしてそれを聞いて聞いて聞いて、最後はもう全然違うものに、なってしまうというようなことがあるんですね。どうぞ聞いたものイエス・キリストは罪に勝利した、エヴァンゲリオンだ。イエス・キリストは悪魔に勝利した、エヴァンゲリオン、死の力に勝利した。それをそのまんま、その勝利のニュースを家族に、友達に、そして知ってる人に、友達の友達に、この日本に伝えていきましょう。マルコ16章15節、全世界に出ていき、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。まあ、私の友達の中に今、二伝道部族で、の伝道をしている人がいます。すごいなと思いますね。そんなことできるんだろうかってこう思いますけれど、二伝道部族っていうのは今まで福音を一度も聞いたことがない、そういう人たち、そういう部族、そういう民族に、伝道する、あ、こういうふうにするそうです。まず一人の人に福音を伝えて、そしてその人がクリスチャンになる。で、あるその民族はですね、とってもシャイで恥ずかしがり屋で、人の前で、伝道なんてできない人なんですけれど、まあ、1分でいいですから、証しをしてください。1分間だけその人に話してもらうそうなんですね。私は何々のことです、私はこの度クリスチャンになりました。もうその集まってきた民族の人たち中がですね、驚いちゃう。私たちの部族の中にそんなイエス・キリストを信じている人がいるの。その日、集まっていた40人ぐらいが、みんな涙を流してイエス・キリストを信じた。初めてイエス・キリストを信じ、聞いた、このニュース、エヴァンゲリオンを聞いた、その、部族でそういうことが今起こっていると、聞きました。この町には大勢いるんだ。日本でも同じことができます。どこでもできます。教会の働きっていうのはどこでも難しいんです。日本も難しいかもしれない。でもアメリカでも韓国でも北朝鮮でも中国でもアフリカでもどこでも難しいは難しいんですね。この街に大勢いる。だからこのニュースを私たちに伝えていきましょう。マルコ16章20節、そこで彼らは出て行って、至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。私たちが伝言ゲームのように回覧板回すように福音、エヴァンゲリオンを周りの人に伝えたら、伝えたら、伝えたら、神様が一緒に働いてその御言葉を確かなものとする。私たちがイエス・キリストの福音を語って罪を悔い改めることを語るならば、ごめんなさいと神様に祈ることを教えるならば、そのように、ああごめんなさいって言わなきゃいけないんだ、そういう気持ちを与えて人々が悔い改める。病気が治るよって語ったら、神様が病気を治してください。悪魔よ出て行けと祈ったら、神様が悪魔を追い出してください。聖書は弟子たちと共に神が働いたと書いてあります。マタイ5章18節、誠にあなた方に告げます、天地は滅び失せない限り立法の中の一点一画も決して廃れることはありません。全部成就されます。皆さん、聖書の言葉は全部成就する。一点一画もちょっとした丸も点も落ちることなく全部成就する。今や私たちの手にこの福音はかかっている。一つのですね、お話を持って終わりたいと思います。昔山奥に賢い仙人さん、賢い、一人の、おじいさん、知恵者がいました。この知恵者のところに一人の血気盛んな若者が、なんとかこのおじいさんを任せたい、やっつけたい、そう思って一つの知恵を持って、小鳥を手に握りしめて、そして、この仙人さんのところへ来ました。そして何を言ったか、仙人さん、仙人さん、この小鳥は生きてるでしょうか、死んでるでしょうか。もし
生きてるよって言ったらですね、その瞬間指をクッと、首に、押し当てるとすぐに死んでしまう。死んでます、いや死んでるよって言ったらですね、パッと手を離して、ほら生きてるじゃない、そういうふうに言おうと思いました。仙人さんは何て言ったでしょう。少年よ、君、その答えは君が握っている。君は生かしも殺しもできるんだ。そう仙人さんにやられてしまいました。神様は今日言われます。皆さんのその福音伝道は皆さんの手が握っている。皆さんが福音伝道したら救われます。家族も、また地域も、またこの日本が救われる。私たちの手が福音を握っているのです。一週間伝道していくことができるようにイエス様の皆で祝福いたします。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。私たち神様の前にこのエヴァンゲリオンを託された、福音を託されたものとして伝えていくことができる力をください。聖霊に満たしてください。イエス様の皆で祈ります。アメン。皆さん一緒にしばらく祈っていきましょう。神様の力をいただくことができるように一緒に祈りましょう。天のお父様、ありがとうございます。あなたの素晴らしい皆を心から崇めます。心から賛美いたします。インターネットで礼拝する方々も覚えてください。この場所で一緒に遠くから近くから集まって礼拝しております。一人一人の上に神様の力が、愛が、喜びが満ち溢れるように助けてください。ハレルヤ。天のお父様、ありがとうございます。今朝も覚えてください。福田さんご夫妻、ご家族覚えてください。八代さんの上に、まさきさんの上に、朝彦さん、奈々さんのお母さん、みなさんのお父さん、癒してください。藤井さん、お嬢さんに、息子さんに、そのご家族に力が与えられますように。主よ、小高先生の奥さん、主よ、お願いいたします。美嬢さんの上に、そのお子さんの上に、そのご主人の救いの上にお願いいたします。はるかさん覚えてください。ありがさん覚えてください。チャンミンさん覚えてください。小浜さん覚えてください。天皇皇后、その皇室の一人一人、首相を覚えてください。閣僚官僚、与野党の議員、今日は大阪の、市長と、知事のダブル選挙があります。神様、その選挙の連中の地域がありますように。ビジネス、経営者、芸能界、教育者、警察官、自衛隊、被災地でのボランティア作業員、原発の作業員、公務員、地方公務員、また全ての人たち、弱さを持った人たち、お父さんお母さん、この日本のお父さんお母さん覚えてください。家庭が健全になりますように。子どもたち、幼稚園、小学校、中学生、高校生、大学生、神様、どうぞ学生たちを覚えてください。小さな子どもたち、神様、どうぞ守ってください。放射能の影響から、またさまざまな危険なことから守ってくださいますように。経済を守ってください。政治を守ってください。神様、キリストの福音を今週も今月も今年も伝え続けていく教会に力を与えてください。牧師、伝道者、またクリスチャン一人一人がリバイバルされますよ、復活しますよ、力を得ますよ。神様、お願いいたします。どうぞ私たちの生活を、私たちの毎日の生活を支えてくださいますように心からお願いいたします。私たちは伝道するときに神様、その力が豊かに注がれていくことができます。心から感謝します。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。神様に感謝の拍手を一緒に捧げたいと思います。ハレルヤ。一緒にですね、今度は賛美歌を歌いながら、献金の時を持っていきたいと思います。賛美歌を、聖歌を開いてくださって、521番この賛美を一緒に歌っていきたいと思います。521番でも522番ですね。
地の塵に等しかり、小さな弟子たちは無学なただ人だ、そう言われましたけれど、私たちも平凡な何もない小さなものです。でも神様はそういう人たちを使ってくださる。日本人であるという賜物、韓国人であるという賜物、そして与えられているもの全てが、環境全てが賜物です。私たちに与えられたその全てを使って、そして伝道していくことができる私たちに力を与えてください。自信を回復させてください。精霊で満たしてください。今献金を捧げました。神様の御用のために清めてお使いください。私たちのこの丸ごと存在を神様に捧げます。どうぞ清めて神様の御用のために使ってください。イエス・キリストの皆で感謝してお祈りを捧げます。アメン。続きまして、聖餐式を執り行いたいと思います。聖餐式は、私たちがイエス・キリストを中心とした一つの家族であることを表す儀式です。今の教会の中には、多くは、教団主義だとか、また宗派のそれぞれの壁というものが厚くあります。でもそういうものが必要だとは言えます。また、そういうものは尊重されるべきものです。そういう塊というのは大切です。でもそこにこだわって、こだわりすぎてしまうことは良くないんですね。やっぱり、そういうものを超えて、ただ一人のイエス・キリストを礼拝し、ただ一人の方に仕えていく。聖餐式っていうのは、どんな、教派であっても、どんな人たちであっても、神を中心とした、キリストを中心とした家族なんだ、そういう、儀式としてみんなが参加できるもののはずです。今日、世界中で主イエスキリストを礼拝してされておりますけれど、それぞれの場所で行われたり行われなかったりしますけれど、でも私たち、世界のクリスチャンは家族です。やがてクリスチャンじゃない人も家族になります。そういう、だから未信者って言うんですね。今は信じてない、これから信じる人たち、私たちは神の家族であることを感謝してこの聖餐にいただきましょう。天のお父様、このパンとブドウジュースを清め、神様が定めた聖餐式として
豊かに祝福して用いてください。イエス・キリストの皆で感謝してお受けいたします。アメン。私たちの主イエスキリストは十字架にかかられる前夜、パンを取り感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい、これは私の体です。イエス様が私たちにその体を、命をくださった、そのことを思い起こして感謝しながらいただきましょう。イエス様は、今は衛生上の問題があり、カップが分かれておりますけど、一つのカップから昔は、回し飲みがされたんですね。一人のイエス・キリストからその命が、血が与えられた。私たちは、今これ分かれてますからね、一人のお方からいただいたその血潮、その命を感謝して一緒にいただきましょう。これは私の血による新しい契約、これをあなたに私を思いなさい。インターネットの方もどうぞよかったら一緒にイエス様を信じる方は参加してください。お祈りします。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストの御名によりお祈りをいたします。アメン。癒しのために、また問題解決のために祈っていきたいと思います。主の愛が今あなたを包む、打たれた傷も癒される。私たちを苦しめるあらゆる敵にイエス・キリストが打ち勝った、その福音の知らせに満ちています。天のお父様、御子イエス・キリストの十字架と復活を感謝します。あなたの一人子が神が人間の姿になって、救い主となって私たちのところに来てくださり、私たちの問題を全て引き受け、
罪の塊となって病を引き受け、あらゆる苦しみを神様のとは一人後に負わせて、そして私たちの人生を命を救い出してくださいました。天のお父様、今私たちは天国へ行けますけれど、この地上にある苦しみ、病、問題を直ちに神様、かつてイエス様が人々のところへ来て救いの御業を、癒しの御業を、復活の御業を、解放の御業をなさったように、今日もこの場所で行ってください。イエス様、今来てください。私たちが抱えている葛藤と苦しみと問題、十字架の力によって解放してください。十字架の力によって私たちを祝福してください。健康にしてください。今イエスキリストの御名によって病を癒されよ、サタンを離れ去って行け。アブラハムの祝福と聖霊の満たしを受けさせてください。天のお父様、お願いいたします。一人一人の人生の中に主の祝福が豊かに豊かに注がれることを、ハレルヤ主を感謝します。どうぞこの子が神様の守りと祝福の中で、知恵と喜びと愛に満ち溢れ、聖霊に満たされて、神と人に愛されることして育っていきますように、主を祝福してください。天のお父様、どうぞ子育てに、また家庭の中で主の力と知恵と愛に満ち溢れて、主をその家庭を、またその行く場所を祝福してくださいますように、聖霊に満たされますように。ハレルヤ。天のお父様、あなたの力と命に豊かに豊かに満ち溢れさせてくださいますようにお願いいたします。神様、勉強の上に、学校生活の上に、家庭の上に、神様、どうぞやることなすこと皆栄えていくことができるように、インターネットで礼拝する方々の上に、神様、その問題を解決し、なすことやることすべて栄える皆さんとなりますように、イエス・キリストの御名により心から信じ感謝して祈ります。アメン。主は素晴らしい、主は素晴らしい、主は素晴らしい、私の主が潜む、主の手により
ありがとうございます。ようこそ、こちらでお互いにちょっと挨拶もできます、しましょう。よく来てくれましたね。ありがとうございます。ゆきちゃんも皆さん挨拶して、神様の祝福は皆さんに今日も常しえにありますように。私たち互いに祈り合っていきたいと思います。神の祝福であることを心から感謝して、はい、ガンブレス、一緒に祈りながらサービスしましょう。ガンブレス、神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように。あなたの心と主の祈りをご一緒に伝えていきましょう。
仰ぎ願うくは、我らの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、集いました、会衆一人一人と共に、そのご家族や親族一同の上に、インターネットその他メディアで一緒に礼拝した方々と共に、今のうちも、言う限りなく、あらんことを、アメン。愛するイエス様に一緒に感謝の拍手を下げましょう。ハレルヤー。アメン。